こちら岡場駅の近くなんですけども、こういうふうに路上の横から草とか生えてきたり、まあ、葉っぱとか堆積して、まあ、草が生えてくるんですけども、こういうふうなところでもね、草生えてきてるので、まあ、こういったものを、まあ、ハサミでも何でもいいと思うんですよ。ノコギリでも、採取してもらって、まあ、バイオエタノール、小中学校に設備、作っていただいて、そこで、作ると、まあ、こういう北建設事務所さんのところとかも学生さんの方でね、草刈り取ってあげたりしてあげれば、まあ、北建設事務所の方たちも助かるでしょうし、奥の方まで、まあ多分30リットルのゴミ袋、まあ5つ分ぐらいは満帆になると思いますよ。で、例えば後で撮影しますけども、私の自宅有野第一タウンハイツだったら、まあ5月か6月ぐらいに一度草を刈ってるんですよね。それで大体30リットルの、ゴミ袋がまあ10袋分ぐらいですね。で、ひと夏越えてまた草が、伸びてきています。また秋にその草を刈ったりなどで、まあ、30リットルのゴミ袋、10袋分は、草が出てくると思います。で、その基本的に小中学校から歩いて、15分以内のところでその草をかき集めてもらって、まあ、バイオエタノールを、作ると。発酵して蒸留させればバイオエタノールができるはずなんですよ。で、その間にメタンガスとかも抽出できるのであれば抽出したいところですね。バイオエタノールを作りながらできたらの話ですよ。その辺はまた、調べてみます。で、今歩きながら撮影してるこちらなんですけども、ここも草が生えてる。まあ、こういったところもね、ハサミでもノコギリでもいいんで、大体、ノコギリ一つか二つ誰か持ってきておいて、あとはみんな、ハサミで、切っていくと。根っこさえ残っていれば、いくらでも生えてくるんですよ。雨降って気温が高い時期に。まあこの辺りでも10袋分ぐらいは集まりそうですね。だから年にこの辺り、まああちら自転車置き場があるんですけども、その放置自転車のあの辺りも草生えてるじゃないですか。その斜面になってるところが、だからそこまで入れたら、その30リットルのゴミ袋が、10袋分ずつ、まあ年2回ほど、草を回収できると、まあこういうことに、なってくるかと思います。もう一度撮影しておきますね。こちらは自転車置き場のところです。ああいう風にツタの枯れてるところなんかは、まあ、かまど発電とかに用いたらいいと思うんですけどね。枯れてるその草とかは種火みたいなものですね。薪に火をつける時の、あちらが岡場駅、あちらの方が、田尾寺駅の、まあところなんですけども、ああいう風に枯れてる木とかもあるので、沿線沿いの、まあ線路沿いの中にね、誰か神戸電鉄さんの方に許可をもらって、枯れてる木とかを、採取すると、まあ、そういうような係の人が必要ですね。切って、まあ、手前の方にどんどん下ろしていって、でもう一人の学生さんが、回収して、回ると。まあこの辺どちらの駅でも近いですからね。歩いて、15分以内ですね。まあこういうふうなところのエリアが、まあ横をずっと、まあ途中まで続いていくという形ですね。枯れてるその草とかいっぱいあるでしょう。
だからまあ草が種火になるような形ですね。最初葉っぱとかもああいう風にカラカラに茶色まで、枯れてる葉っぱは水分抜けてるんで火つきやすいんですよ。普通の葉っぱは水分たっぷり含まれてるから火なかなかつかないですよ。もう無理ですね。煙ばっかり出るばっかりですね。枯れてる状態じゃないとかまど発電とかで使用できない。まあツタとかはだいぶ巻きついてるんで、ツタとかでも枯れてるツタとかはいっぱいありますからね。そういったものもかき集めてもらったら駅の一区間でまあ結構な量が集まると思いますよ。あとはこの辺りで言うとこちらメモリアルホールの横なんですけども、あちらが田尾路駅で有野川の河川のこのあそこの辺りから入っていって、草とかを、採取したりできます。あと向こうの方とか、こちら有野第一タウンハイツなんですけども、6月ぐらいに1回草刈ってます。ですが今9月、2023年9月18日なんですけども、数ヶ月でこういうふうに草だらけになります。で住宅の周りをちょっとぐるーっと回りますけども、まあ大体これぐらいで30リットルのゴミ袋をまあ10以上はいっぱいになりますね。だから1年で20袋以上は草が、生えてくると、まあそういうふうな計算ですね。で、刈るところの草の範囲って先ほど撮影したところ以外にも、まあ、ああいうふうなところも、まあ、草を刈ったりだとかしていますね。こちらは住宅の裏手の方なんですけども、結構、草が、生えてます。まあ見た感じでこう、まあ30リットルのゴミ袋10袋分ほどはありそうだなと、まあそう思っていただけると思います。以上です。